レスリー・ゴーアはアメリカ合衆国の女性歌手、シンガーソングライター。弟は作曲家のマイケル・ゴア。ニューヨーク市ブルックリンに生まれる。ユダヤ系。出生時の名前はレスリー・スー・ゴールドスティン。ニュージャージー州テナフライで育つ。1963年4月、マーキュリーレコードのクインシー・ジョーンズに見出され歌手デビュー。涙のバースデーパーティーが全米一位を記録。 二枚目のシングル、涙のジュディが全米5位を記録。他に、Just Let Me Cry、right、と、1964年、恋と涙の17歳が全米2位を記録。1972年、シンガーソングライターに転校し、全曲自作曲のアルバム、Some Place Else Now を発売。2004年、LGBT 問題に焦点を当てた p b s の、 テレビシリーズ、インザライフにゲストホストとして出演。翌2005年のインタビューで、自身もレズビアンであり、長年のパートナーが存在することを公表する。2015年2月16日、肺がんによりニューヨークのコロンビア長老派協会医療センターで死去。ありがとうございます。